オタファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは。オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ！マトリックス、モンスター、フェアリードラゴンだというわけでね、今日サンプルを預かったおもちゃがあって、今日はこれで遊びます。フェアリードラゴン。で、キューブから何かに変形するっていうのが、今年っぽくていいですよね。で、これ背面に QR コードがあるんですよね。で、どうやらこの QR コードで、こうゲームができるそうなんですよ。なんかアプリをダウンロードするのかな？ちょっとやってみようかな。うん、来た。これかな？ん？なんか書いてある。なんて書いてあるのこれ。中国語で日本の多分アプリでは対応してませんみたいな感じですね。残念。うん。早速開けてみましょう。せーの。じゃん。中に説明書と、おお、これだ！これが商品です。ちょっと取り出してみましょう。ん、硬い。ちょっとこれごろと取れるかな。中にはカードが入っています。そしてこれが本体。ん、なんか硬い。あ！おお、これ、あれだ、キューブスタンドみたいな感じ？そして、あ、あれだ。これ出来上がったドラゴンをディスプレイできるんだ。あ、これすごい。ちょっとこのスタンドいいな。ちょっとこういうのとか。おお！ぴったり！ちょっと隙間できるけど、いい感じですね。これと、ちょっと本体。よし、これ取り出しましょう。じゃん！これがキューブ本体。おー、こんな風になってます。すごいメカメカしいですね。うん。キューブだ。で、これが、お！こんな風にマウントできます。うん。キューブの大きさ。もうこれ、あれだね。これと並べた方が分かりやすいね。この中央キングのキューブより、こう、一回り大きい感じかな。この状態から、フライモードといって、まあ、そのフェアリードラゴンの形態に変形します。変形！まずはこの茶色い部分。ここが根元になっていて、こんな風に、この基部を展開します。この根元はクリックで稼働します。こんな感じ。こうですね。ここを展開して、でこの中にもヒンジがあります。こうどかして、ここを展開する。そしたら次、このパーツ。これがこっちに、外側に展開します。で、これを、この切り込みの中に入れるんですね。こう。で、ここ。ここに凹凸があるので、噛み合わせます。これはこれで OK みたいですね。こう。おお、羽になりました。うん。これ変形途中で申し訳ないんだけど、これ何かのぽい人ですよね。何なんだろう。僕ちょっと元ネタがわかんないんですよね。多分ゲームか何かだと思うんだけど、いまいちピンとこなかったんで、ちょっとわかんないですね。こう。こんな感じです。そして正面。ここもすごいんですよね。まあ、これ尻尾です。尻尾。で、この根元。ここをこう引っ張ると、こうせり出します。これを反転してまた押し込む。こうです。これ結構ぐにゃぐにゃ動きます。うん。そして、これが足ですね。鳥足。まあ、竜か。竜の足。この根元が、こんな風に軸で稼働します。で、最後。ちょっと見づらいんですけども、この首、中が二重ヒンジになってるんですよね。これを起こします。こっちから見た方がいいか。こんな感じです。で、口を開けば、完成！フライモード！おー！ちょっとこれじっくり見ていきましょう。見事に変形しましたね。変形するとでかいです。この羽びっくりしましたね。尻尾。根元が基部で稼働して、ここがクリックありますね。ここも、弱いクリックがあります。で、こう左右に触れます。それから羽。こんな風に稼働します。あとは口。こう、下の顎が動くんじゃなくて、こう、上の頭部が動くんですよね。この口を開くと、ご覧ください。ちょっとこう斜めになるんですよね。うん。こんな感じ。スタンドに取り付けるとこのようになります。これは背面からこのようにがっちりとホールドしています。こんな感じ。じゃん！一緒に並べてみました。なんだろうなぁ。違和感がない。なんかここにこう混ざってても変じゃないですよね。キューブフェアリードラゴンって感じ。さあ、というわけでもう一つの形態、ランディングモデルに変形させます。なんだろうな、こう、ライオンのような、こう、四つ足の形態になるんですよね。ちょっと早速やってみましょう。まずは、この翼を倒して、この部分が前足。そして、ウイングをこの位置にすれば、これで完成かな？完成！ランディングモデル。まあ、変形工程はほぼ羽を折りたたむといった感じですね。うん。しかしこれ何の元ネタなんでしょうね。まあ、説明書通り変形させるとこのようになります。変形！というわけで今回のマトリックスモンスター、フェアリードラゴンのレビューいかがだったでしょうか？レビュー中にも言ったんですけど、これは何かのぽい人なんじゃないかなと思います。ただ、僕がちょっと勉強不足で、まあ、ちょっと色々調べたんですけど、元ネタが何なのかちょっとよくわからなかったんです。ただね、おもちゃとして見ると、まあ、今年流行りのね、キューブから動物に変形するっていう、なんかそれが面白いなと思ってちょっとこういじったんですけども、結構変形難易度が高くて、で、変形させた後もこの大きな翼、あとはこのスタンドがついてたりとか、この鳥みたいなドラゴン、うん、これがすごい可愛いんですよね。気に入りました。うん、で、これは海外の、おそらく中国だと思うんですけども、うん、国内で販売の予定はないんですけども、ちょっと探したところ、国内で販売しているサイトを見つけたんで、リンクを概要欄に貼っておきます。アップグレードコマンダーというショップですね。ここはトランスフォーマーのぽい人とかを扱ってて、まあ日本人でもね、もしかするとこの動画を見てる方の中でも、アップグレードコマンダーを利用している方も結構いらっしゃると思います。まあそこで、売ってました。価格も含めてぜひ見てみてください。今回の動画、面白かったな。楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おたふはこれ元ネタあれだよとか、なんかどことなくこうデジモンっぽいよねとか、キューブからこういうアニマルに変形するのいいねとか、おたふは俺これ気に入ったよとか、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたふでした。